しい、ありがとうございます。すごい変な髪型三つ編みしてたからすごい髪がぐるぐるです。なんかすごい教科書が見えてるかな、やばいかな、見えてるかな、ちょっとこうします。こんばんは、ありがとうございます。なんか髪の毛がやばくて。こんばんは、ありがとうございます。おつみで珍しそう、珍しい時間帯です。今ちょうど見えちゃう、本当にありがとう。返信した頃に通知が、ありがとうございます。ありがとうね。ちょっと高めのツインにします。あら可愛い、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、なんか久しぶりの配信だよね、ごめんね最近できてなくて。あ、変ですねツインテールでかいの。ハートのギフトありがとうございます。生誕祭は立ち見祭で、本当ですか、ありがとうございます。あのみんなね楽しみです。本日バランスボール、そう本日バランスボールです。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。可愛いね、ありがとう。めっちゃ久しぶりの配信かもしれない、ごめんね最近できてなくて、ちょっとなんかおもろいことになってる。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あつみーた、そう歌唱力もねあります、楽しみです。ツインテールめっちゃ、あ本当ですか、ありがとうございます。セーターさん当たってみーちゃんのペ、あーありがとう、楽しみにしてます。嬉しい、すごい髪の毛が、え、なんか変、いや変です、変です、変ですよ、なんか変じゃないですか。ちょっとなんかやばくないですかこれ、可愛い匂いよ、ありがとうございます。なんかさ面白い、え、みーちゃん外れちゃった、え、本当に、え、悲しい。え、外れちゃったの、え、悲しい。え、でも、DMM でね見てくださいね、でも悲しいですね。変じゃないよ、いい感じ、ありがとうございます。変じゃない、なんかさ、なんかうさぎみたい。あ、もっと、あ、本当ですか、じゃあ高くします。変じゃなければね、ゴムが全然なくて意味に。え、これはちょっとやばいですね。生誕祭コールありがとうございます、頑張る、ありがとう、嬉しい。ちょっと奥に減る、あ本当に、ちょっとオイルがね、なんかやばいですねこれは、ちょっと高すぎて変ですね、なんかおもろい。ありがとうございます。おつみーたんありがとう。あ、なんかちょっとね、やばくないですか、やばくないかな、大丈夫かな、なんか恥ずかしい。もうちょっとあげても、あ本当に、なんかやばいですね。今日の衣装かわいいね、ありがとうございます。これはみゆの気に入っているね服です。めっちゃかわいいよ、ありがとう。ありがとうございます。めっちゃかわいい、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ツインテールを2回でありがとうございます。すごいすごい、なんかジブリみたいな。ブログの写真はみーたんの桜の、そう桜とみーたんの話です、みーたんの写真です。こんばんは、こんばんは。声がやばいですね。今日は何歌ったのか答えて、答え送ってくれるな。あ、そっか、そうだね、答えはまた送りますよ。 JK、 そう、慣れました、慣れました、楽しいです、楽しんでます。楽しんでます、顔がやばい。
にはいる。え、本当に？え、嘘、どこ？え、どこにいる？ゆあにゃん探します。あ、本当だ、いましたね。ゆあにゃん本当だ、みんなゆあしなちゃんいました。はぁ、みーたんかわちゃん、ありがとう。ゆあにゃん、ありがとうね。ちょっと前にね、いつだったっけね、昨日だったかな、 LINE もしたんですよ。お見送りと誕生日おめでとうって、ギュネありがとうございます、ありがとう。ありがとうね。そう、自分、そう、みーお姉ちゃんあたりな気がします。これ、この笑顔ずっと見れて、ありがとうございます。パシュールかけ、そう、頑張りますね、ありがとうございます。明日からゴールデンウィークか、そうだね、明日からか、明日からですね。今日も笑顔めちゃありがとうございます。こんばんは、ほんまみゆ、ツインテール可愛い、ありがとうございます。9時から待ってました。おお、ありがとう、ゆあにゃん。ありがとうね。わざわざ待ってくれてたんだね。え、ゆあにゃんおるよ。そう、いますよ、ゆあにゃん。9時から待ってたね。ガチで。こんばんは、ゆあにゃん。そう、ゆあにゃんの写真が可愛いんだよ。可愛いですね。髪の毛本当になんか、いけない代わりに5月11日、ツーショット行こうか検討してますが、来てください。衣装的、あ、そう、決まってますよ。あのね、合格キスを着ます。合格キスの衣装を着るので、あのツーショット来てください。夜ご飯食べたのにやばいですよね。そう、おとといもゆあにゃんとのツーショットね、送ったんですよメールにも。ゆあにゃんとのツーショット送りました。おつみんたん、おつみんたん、にゆちゃんのブログでもゆあの写真、そう見た、ありがとう、気に入ってるんだよあれ。そう、ゆあにゃんと仲良しです。うつみーたん、ひらがなみーちゃんかも、こんにちは。11も12、お、本当ですか、ありがとうね。あ、そうだね、ツーショットは生誕っていいですね。ゆあにゃんもみーたんも歌手、そう、一緒にね、決勝まで行けるように頑張ります。了解です、ありがとうございます。来てくださいね。あ、フォローもありがとうございます。生誕くじアクリル、おお、ありがとうございます。アクリルキーホルダー出ましたか。ちょっと食べ過ぎたらね、太っちゃうので。ツインテール可愛すぎる、ありがとうありがとうございます。これツインテールっていうか、やばくないですか、なんか広がってる、ただのまあいいや。つみーたん、そう、ゆあにゃんとのツーショットたくさんね、最近載せてる。今日昼間28時間テレビチーム対抗、あ、本当に、みーも今日お弁当を食べてる時にあのあれを見ました。京香さんとあんずさんとあみさんのティーンズユニットのあの釣りのやつと、くるみさんとりーなさんとさくらさんと中坂みゆさんで、あのスシローで食べてるお寿司のやつを見ました。9期生のあのたこ焼き食べてるところも見ました。みゆちゃん一緒にカラオケ行こうね、ゆあちゃん行こうね、早く行きたいね。これは何を食べ、何だと思いますか。なんかね、チョコのコーンフレークみたいなやつを食べてるんですけど、もうさすがにね、あの太ってしまうので、あと1個だけにします。あの夕飯じゃなくても、夕飯はね食べたので、お菓子を食べちゃいましたね。
そのがため髪型なら JS の女子小学生でも行けますか。確かにみゆちゃん配信ないと心配し、そう配信ないと心配してました、すいませんね配信久しぶり。中ちゃん、あそう長坂みゆさん、長坂みゆさん、私もみゆなのでのね、でもなんか中坂みゆさんはあのみゆちゃんのことみゆちゃんって言っていいよって言ってくださったらしくて、中坂みゆさんってやってます。みゆちゃんにご飯持ち、ご飯興味持ちがち、あそうご飯大好きですよ。青海さんもそうね、みゆびっくりした、びっくりしましたね、うん、ね、みゆのホーム画面もね青海さんでね、録画面はマリンさんなんですけどね。食べ放題企画だったら何食べたい、あのね何がいいかな、でもお寿司みゆも食べたいなと思いました、食べ放題企画で。うん、佐久山チョコジロのチョコ、そうなんだ、そうなるんだ、ゴールデンウィーク旅行に行く予定はないです。みゆちゃんこんばんは、夜遅くの配信お疲れ、ありがとうございます。最近のタナちゃんとのエピソード、さつきち最近会ってないけど28時間テレビの時に会ったんですけど、その時にさつきちと何話したかな、あでもさつきちが食べてたお菓子を食べさせてくれましたじゃがりこくれたよ、うん、まあ、エピソード、そう公演ね一緒に、ね、出てないのでね、なんかねそんなに最近会わなくて時間がね、エピソードなんだろうね、でもお菓子をもらいましたね確かにまだ違和感ありますこの時間。お寿司は何が好き、サーモンが好きです、サーモンも好きだし、はい、洋服が可愛すぎる、ありがとうございます。おつみーたおつみーた、みゆみゆコンビ、そうみゆさん、みゆさんみゆちゃんの生誕ガチャ引きます、ありがとうございます、嬉しい。お寿司みゆちゃんなら25歳生きると思う、えどうだろう、えめっちゃお腹空いてたらいけるかもしれないけど、でもまだね25歳が行ったことないですね。猫ちゃんも好きなメンバーの一人ですか、あそうなんですね、そうなんだね。おつみーたん、おつみーたんありがとう、こんばんは、こんばんは、ツインテール素敵です、ありがとうございます、みーたん推しありがとう、お菓子くれさつきち優しい、そう優しいですね。おつみーたん、みーたんの生誕口、ほんとに B 賞結構上、すごい、みーちゃんと帽子同じだから一緒に、そうなんですよね、そうだよね最近は回らないお寿司屋さんでサーモン出てくる、あ本当に本当ですか、サーモン、サータンとサーモン、サータンとサーモンが混ざってるね多分、これはサータンも好きですよ、サーモンも好きですよツイン可愛い、ありがとうございます。今までで最高何皿ぐらい、違うですね、最高は多分12とかかな、ね、あんまり食べれてないですね、もっと食べれるはずなんだけど。おはみーたんありがとうございます、よしそうよしです、これはすいません外れちゃったなんか悲しいです、当たった人でも嬉しい、嬉しいし当たってほしかった、出遅れた可愛い、ありがとうございますそうだね、サーモンとサータンわざと混ぜたんだよ、え、そうですよね、みーもさ、サーモンって読まないよね、これサータンと思ったサータンだったと、じゃあ今から歌います、ちゃんとね、歌えるかわかんないんですが、あなたの歌唱力頑張ってね、そう、歌唱力頑張ります、さっくがみーちゃんが、そうなんですよ、昇格おめでとうございます、そう、連絡ね、あのね、時間がなくて、裏であの写真を撮る狼とプライドの時に撮ったんですよね、後で送ってって言われて、はぁ送りますって言ったのね、
その時に昇格それあれその時その夜にフィナーレがあってその時に昇格発表いただいて直で言えなくて、さくらさんにね、だから言いたいなと思ってたのに言えなくて、でもいつ会えるかなと思ったら29日の生誕祭でしか会えないなと思ったから、だからすぐに夜に写真送って、さくらさん昇格おめでとうございますって言えました。言えました。昨日は京香さんにも言えました。そう、言えました。生誕落ちすぎ落ち生誕え落ちちゃったんですか。ミータンズ短大と思ったら今日取る、あ本当です、本当ですか。ダメですよ、ミータンズ対談はしたらダメです。本当にね、11期の先輩方とサータン本当に収穫おめでとうございます。本当にすごいですよね。もうね、感動しました。サイレームの色の並びは順ある、赤ピンク水色です。赤ピンク水色、歌唱力ナンバー、そうですね、目指すからにはね、赤ピンク水色があれですね。大丈夫かな、歌えるかな、ちゃんと。あ、これじゃない、本当になんかツインテールがやばい。歌えるかな。こんばんは、生誕祭くん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。最高です。だけどもう見えますよ、本当にありがとうございます。色の並びは赤ピンク水色です。サイレムカラーで、そう、好きな色だし、ずっと入れたいなと思ってたカラーです。ちょっと声大丈夫かな、すいません、途中で歌えなくなるかもしれない。あなたと出会えて本当に嬉しいよ、たくさんの人の中巡り合えた奇跡、感謝してる。小さなドミノが倒れてゆくように、数えきれない出会いの連鎖の先にあった、今まで最高の最高の幸せを、ありがとう。 You are my best, You are my best friend, You are my best friend。 人は誰も長い道をただ一人で歩き始めながら、いろんな分岐点で仲間を見つけるんだ。場所は違っても見上げた空はどこも似ていて、迷いながら悩みながら私たちは生きてく。心が楽になるの、すいません、答えなんか出てないのに、微笑みで癒され、ナイスとミートハートにようこそ、一人じゃなくなった、運命はいつだっていい方へと連れて行ってくれる、シグゾーパズルがたまった、この国ぴたりとあなたが登場して、悲しみにで歩き出そう、これから
が輝いて見えるの。不器用、優しさに触れ合えるよ。 Nice to meet you。 あなたと出会えて本当に嬉しいよ。たくさんの人の中巡り合えた奇跡、感謝してる。小さなドミノが倒れてゆくように限らない出会いの連鎖の先にあった。今まで最高の最高の幸せをありがとう。一人じゃなくなった。運命はいつだっていい方へと連れて行ってくれる。ジグゾーパズルがハマったみたいに、心の奥にぴたりとあなたが登場して、悲しみできな友達よ。今日美しくてダイヤモンド、幼い頃から探し続けていた。この中の宝の神様によくなれた。今までで最高の最高の幸せを、最高の最高の幸せを、最高の最高の幸せを、ありがとう。ありがとうございます。パチパチありがとうございます。これは12月31日の大晦日公演の時に優勝のギフトありがとうございます。パチパチたくさんありがとうございます。はなちゃんとこくはちゃんとさくらさんとあゆかさんと中坂みんさん、こんばんは、こんばんはだったかな。だるまのゲットありがとうございます。歌手力頑張ってね、選曲大、選曲大事だけど、そうですよね、ありがとうございますちゃんとね自分に合った曲をあのね選びます。 You are my best friend、 大事な人。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。歌唱力期待してます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。すごい久しぶりになんかショールームで働いてるし。ありがとうございます。みんなこんばんは、こんばんは。ありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。君は知ってるかい、渋谷川で名前を聞いてもピンとこないだろう。忘れられたように都会の隅で、それでも確かにせせらぎ続ける。まるで僕の君への話をして
バス通りを歩きながら浮かばばしいその近くで僕はなぜだか切なくなるよ。愛しさは胸にしまい込んで少しだけ君と距離を置いた。ひっそり流れるそう目立たない日々、誰も気づいてない。この渋谷川枯れることもなくずっと変わらぬまま、人の暮らしの中で汚れた水も溢れた涙も海へと運ぶよ。恋のかけらどこへと向かう。橋まで笑いながらあっという間に着いてしまった。友達の二人でいた方が長続きできるならそれでいい。密かに願うよそう永遠の恋。君は知ってるかい、渋谷が待って名前を聞いてもピンとこないだろう。忘れられたように都会のせいで、それでも確かにせせらぎ続ける。まるで僕の君への想い、いつまでもいつまでも時が過ぎて景色から消えても、関係は途絶えることなく、誰も気づいてない。渋谷川って枯れることもなくずっと変わらぬまま、人の暮らしの中で汚れた水も溢れた涙も、ああ君は知ってるかい。あの渋谷川少しでいいから思い出してほしい。いつも君と僕が歩いた道の近くを流れる川があるよ。渋谷川大好き、ありがとうございます。パチパチありがとうございます。もうね、金のギフトとかね、もうあのなんだっけ、音符のギフトとかもうね、ペンライトとかもうだるまとかね、音符とかもパチパチのギフト本当にありがとうございます。そう、渋谷川も好きですが一番好きな、そういつも言ってくれるよね、マスカワって、ありがとうございます。だけどまだまだ
れが取れました。よかった、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。お久しぶりなのですね。ミューミキラ、そう、キラキラですね。好きなのに私にまるで興味ない。何度目かの失恋の準備。 Way, yeah, yeah. 周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん。地味な花は気づいてくれない。 Yeah, yeah, yeahカフェテリア流れるミュージック、ぼんやり聞いていたら知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す。止められない今の気持ち。 Come on, come on, come on, come on, baby。 占ってよ恋するフォーチュンクッキー。未来はそう呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。運勢今日よりも良くしよう。 Hey 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 hey。 人生捨てたもんじゃないよね。あっと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える。予感フォローありがとうございます。あなたにちゃんと送りたい。だけど自分に自信ない。リアクションは想像つくから。 Yeah, yeah, yeah。 性格いい子がいいなんて男の子怖い。人気投票1位になる。 Please, 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 oh baby。 私も見て恋するフォーチュンクッキー。その辛さ壊してみよう。 Hey, hey, hey。 先の展開神様も知らない。涙のフォーチュンクッキー。そんなにね気分にならずに。 Hey, 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 hey。 世界は愛で溢れているよ。悲しい出来事忘れさせる。明日は明日の風が吹くと思う。みーたんのうちわですよ。ありがとうございます。Come on, come on, come on, come on, baby。 占ってよ恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。 Hey, hey, hey。 月を呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。運勢今日よりも良くしよう。 Hey, hey, hey。ギフトたくさんありがとうございます。音符だったりね、たくさん本当にありがとう。ツイン可愛い、ありがとうございます。ラストなんか歌って
お話ししましょうね。やっぱみえちゃんの声好きなんだよね。ありがとうございます、ありがとうございます。すごいツインテールやばい。待ち腐れ日を願う、もしくはのいちょっと今ね探しております。ありがとうございます。みーちゃんの歌唱力で、そうですね、注目ね、嬉しいですね。誰にも会わせたりしない、写真も見せたりしない、電話で話すのも NG、 私だけの秘密、嘘だと言われても結構、存在しなくて結構、信じてくれなくても OK、 架空の彼氏で今小さな大きな真実は、ときめく胸の奥、逆転王子様、見た目は悪いけど中身は誠実で素敵よ、逆転王子様、背だって高くないけど誰より優しくて最高、私の王子様。絶対紹介したりしない、名前も教えたりしない、みんなでご飯なんて乗せぐままになってないしょ、かわいそがられたって結構、本気にしなくて結構、ほっといてちょうだい everybody、 もうそうで構わないわ、恥ずかしいからとかじゃない、あまりにラブラブでもったいないからよ、のある王子様、爪さえ隠してる、髪の毛もサボサで、ノーアル王子様、ファッションイケてないけど何よりおおらかで大好き、私の王子様。だって高くないけど誰
ありがとうございます。パチパチもたくさんありがとうございます。そう、16歳になったので10時までね配信ができます。ありがとう、パチパチありがとう。たくさんギガ、ありがギガ、ギガじゃなかった、ピカピカとかのあのペンライトとか金賞のギフトとかありがとうございます。ありがとう。世界上を感じたりしない、そう10時までできるからね、大人になりましたね。もう今着てる衣装がそうみたい、そう可愛いでしょこので、なんかねズボンなんですけど、下がお花のズボンでめっちゃ可愛いんです。ギガ間違えましたね。え、見るね、ギガ少ないんですよ。ギガでもね少ないけどね、あのねちょっとずつ、ちょっと外ではあんまりねスマホをね、あのギガを使わないようにね努力してます。ちかた最高、ありがとうございます。最高、かわいいかわいいかわいい、ありがとうございます。皆さんはギガどんぐらいありますか。そう、全身見えるかな。なんか面白い、対象を返したりしない。そう、逆転おじさんのペンペン、そうさやかさん可愛かったよね。うまく、そううまくね使ってね、そうそう、みゆ本当に木がね少ないんですよ。さすがにね前一回ね写真撮っただけでね一回ギガがなくなっちゃって、ギガ、ギガというかなんかなくなってしまったので、ママが、ママとね話し合ってね、今度ね多分ちょっと増やすんですよね。無制限いいですね、ずっと使える。全身可愛い、ありがとうございます。だからジーンズ、そうジーンズなんですけど、なんかねちょっとねふわってなってるやつです。どんな写真撮ったの、どんな写真、なんだっけ、どんな写真で、なんだっけ、ん。あ、真夏さんね、すごい可愛かった、今見た、あれ今月15ギガから20、あそうなんですか、10ギガ増えたね。おつみーたん、おつみーたんありがとうございます。対象を返したりしない、名前を教えたりしない、電話で話すのも NG、 私だけの秘密、嘘だと言われても結構、存在しなくて結構、信じてくれなくてもあれですよね。10、待ってね、あれなんだっけ。16歳でもモバメは10時までだよね。緑の人形は、あ、そうそう、あやめるうち人形は、あやかさん、あやかさん。これはヨッシーの人形です。自宅は、あ、そうだね、確かに Wi-Fi無制限にして気にせず使ってたら毎月30ギガ、え、めっちゃ使ってる、それはめっちゃ使ってる。まだだ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 、おつみーたん、おつみーたん、嘘だと言われても結構、存在しなくて結構。 Wi-Fi あるとこ多いか、あ、そういうことね、あんま使わないか。よしは、あ、そうですよね、今あやめろさんって聞こえた、でよね、あやめろさんかと思った、あ、そういうこと、あ、そういうこと、あやめろさんといえばヨッシーなの、あ、そういうことね、なるほどね、あやめろさん好きなんだ、ヨッシー、はい、あ、間違えた、あれ、あった、はい、じゃあ13位の方です。ちょっとねすごい変で、これ映るね、家の部屋が映りそうになる。13位の方、13位の方ありがとうございます。ありがとう。スタバでのご褒美で、もう最近ね飲んでないんですよ、スタバを。飲みたいんだけどちょっとね、タピオカに今ハマっててね、そっち飲もうとしちゃうけどね、タピオカもすごいね人気でめっちゃ並んでるからね、最近ねタピオカも飲めてなくて、飲みたいんですけどね。ちょっと前並ぼうとしたらいっぱい人いたからやめたの。お前も年齢で遅れる、あ、そう、え、違うのかな、わかんなくて、久しぶり、そうちょっとね iPad に書いたんですけどね、ありがとうございました。12位の方ですね、
190ギガぐらい、あ、そういうことか、あ、配信ね、なるほどね。でもありがとうございます、見てくれて。配信そうだと言われても結構、12位の方です。難しかった、ありがとうございます、ありがとう。そう、先週ゴンちゃん、そう、すごくてびっくりしました。そう、ミーもね一回見たんですよ。そしたらね、え、めっちゃいると思って、あ、そう、ゴンちゃんで思い出した。あのね、皆さん、あの京香さんとのラジオ聞いてくれましたか？あのね、京香さんとラジオ終わった後に、実はねゴンちゃんに行ったんですよ。それでなんか京香さんがゴンちゃんサピオカ飲みたくないって言って、はいって言って一緒に行ったんですけど、京香さんがご馳走してくださって、そう、一緒に飲んでて本当に嬉しかった。ありがとうございます、京香さん。すごいね、本当にめっちゃ嬉しくて、もうずっとね家に帰ってその話をしてくれました。いいじゃないよ、あ、聞きますって聞いてくれましたか、ありがとうございます。ちょっと定規をジョギジョギしないでくださいって、その変なこと言っちゃったんですけど、はい、11位の方です、ありがとうございます、ありがとう。外で Wi-Fi ないと、あ、そうだよね、ショールーム、確かにね。おつみーたん、おつみーたん、ありがとう。キョッピーね、そう、キョッピーさん、お姉さん、すごい優しくて面白かった。これ消しゴムってどうやって使うんだろう、ここか、一回一回こうやってやるのか。次、10位の方ですね。ちょっと時間がやばい、早く書かないと。はい、10位の方です、ありがとうございます、ありがとう。柱にドラゴンズの選手がいる、あ、そうですね、最近ねすごい行きたいなと思ってね。あ、そういうこと、柱にドラゴンズ、あ、そういうこと、いますもんね、あそこはいっぱい柱にね。前ね、見つけて小野雄大選手の柱を写真撮りました。9位の方です、ありがとうございます。そう、アバターアバター書きがねすごい、初めてこれで書くんですけど、どうやって消すんだろう、むずいな、これピッて消せないのかな、あ、消せます、これで。8位の方ですね、こんばんは、こんばんは。やばいやばい、あと11分、今日ドームの、あ、本当に行ったんですか、なんだっけ、何ドームだっけ、あ、何ドームじゃない、なんていうバンテリンドーム前のイオンですよね。出てくれなくても、はい、8位の方です、ありがとうございます、ありがとう。ちょっとやばいね、時間なんか焦ってきた。7位の方ですね、次は。ありがとう、いつかミーターのアバター出たら、ありがとうございます、嬉しい、いつもね、ありがとうね。出てくれなくても、はい、7位の方です、ありがとうございます。そう、頑張って出ます。わーい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうね。つやくんが、そうですね、おごいやー、でもね、初めて一緒にね飲めてすごい嬉しかった。そんなおごってもらうとかダメですよ。と、6位の方ですね、なんかねこうやって先輩とこうやってねたくさんお仕事すると、そのめっちゃ京香さんのこともね大好きになったし、あと前ちかこさんと、あ、ちょっと待ってね、
6位の方です。ありがとうございます。ありがとう。ちかこさんとお話ししたんですけど、もうねちかこさんのことも大好きになって、もうね皆さんがねあのそのたくさんのを推しにしてるの理由がわかります。本当にこんばんは、こんばんは。ドラゴンズグループといっぱい、そう並んでました。見た見たら、そうめっちゃ興奮して、みつきちさんときょうかさんにめっちゃ撮ってるじゃんって言われました。はい、4位の方、5位の方ですね。そう DD だけどね、本当に全員の方が大好きで、でも本当にもう皆さんがそうやって DD な理由が分かります。こうやってね喋ってお仕事一緒にできたらすごいもう嬉しくて好きになっちゃうんですよ。はい、5位の方ありがとうございます。そう、好きなメンバーさらに増加、そうめっちゃ好きなメンバー増加中でやばいですよね。ビュー、あ、ドラゴンズ大好き、あ、そういうことね、ドラゴンズの大好きだよ、そういうことね。はい、では次は4位の方ですね。 DD の気持ちが分かる、そうミータン本当に分かるんですよ、分かっちゃいました。だからね攻めれませんね。こんばんは、こんばんは。と4位の方です。ありがとうございます。ありがとう。はい、こんばんは、こんばんは。3位の方ですね。次は推し、そう、あの、わーい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。推し編禁止、そう推し編は本当に絶対禁止ですよ、本当にダメです。推し増しならまあ OK なんですけどね、単身ドラマなかなか、なんかね本当にねめっちゃ好きになっちゃって、いろんな先輩。はい、3位の方です。ありがとうございます。こんばんは、ツインテール、そう今日ツインテールです。なんかすごいんですよ、なんかいろんな髪型になりました。今日はね最初ツインテールしてた、あ、ツインテールじゃないわ、はポニーテールしてたんですけどね。ミータンありがとう、29日頑張る、ありがとうございます、頑張るね。推し編とか辛いですよ、辛いですよね、本当に辛いですよね、本当に推し編はね良くないよね。推し増しならいいと思うけどね。そう一生ミータンズですね、もういいですね。あ、今日はそう忘れちゃった、すいません、投票モード、生誕祭外れてしまった、あ、見た、書いてあったわ、外れちゃったか。でもいっぱい来てますよね。はい、2位の方です。ありがとうございます。みゆちゃんを見続けますよ、ありがとうございます。おしましガチ勢、あ、ガチ勢なんですか、本当に。じゃみゆのこともおしまししてください。1位の方ですね。1位の方です。ありがとうございます。ありがとう。そう書いてあったの見ましたね、見ました。ちょっと待ってね、ちょっとね投票機能忘れちゃったせいで、ね、書けなかった人もちょっといたから、ちょっと書きますね。ウーパールーパーさんですね。はい、ありがとうございます。ごめんね、ちょっと投票機能忘れちゃって、ちょっと左右しちゃったんですけど。そう、みんなさん、あと、みんなさんって、みなさん、あとあれ、そう、みゆのドリンクたくさん飲んでくれてありがとうございました。あの、ポストで見ました。もうね、たくさん飲んでよって書いてあって、嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとね、そう。で、みなさん、今日も本当にありがとうございました。久しぶりの。めっちゃ嬉しかった、ありがとうございます、嬉しい。え、蚊がいる、あの、あ、そっか、日帰りですけど、ありがとうございます、ありがとね。なんだっけ、すごい初めて、あ、久しぶりの配信で、すごい本当に楽しかったです。たくさん歌も歌えたし、たくさんコメントも本当に、ギフトも本当にありがとうございました。また多分生誕祭する前の前とかにはね配信すると思うので、
見てください。ではありがとうございました。バイバイ。ありがとうね。じゃあね、バイバイ、おやすみ。